日本における海の守りを担当するのは最終的には海上自衛隊だけど、海上自衛隊では様々な艦艇を保有運用しつつ、日本政府の設定した防衛目標を達成するための組織の構築、装備品の刷新を行っているよね。近年の海上自衛隊の艦艇の話題としては、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH である出雲型に F35 ライトニング 2B 型戦闘機を搭載するための航空母艦化改修工事の進捗や、最上型などの新型の護衛艦 FFM が注目されているな。これらに加えて導入が中断されたイージスアショアを代替する艦艇として、イージスシステム搭載艦2隻の新造が確定するなど、従来になかった艦種の導入や、その目的とする能力にも大きな関心が寄せられていると言えるぜ。ただしこうした各種の水上戦闘艦の存在はあれど、やはりまだ海上自衛隊が日本の海の防衛の主軸に据えているのは潜水艦隊だと個人的には思われ、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的にも有数の能力を保持していると感じるよね。さて今回は22隻体制を完成させた海上自衛隊の潜水艦隊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年末現在の海上自衛隊においては、実戦配備された潜水艦隊は22隻体制となっており、最新型の太平型が2隻、前級の総流型が12隻、前前級の親潮型が8隻収益しており、その体制を構築しているよ。実質的にはこれら22隻の実戦配備中の潜水艦隊に加えて、2隻の親潮型が練習潜水艦として海上自衛隊には残されており、有事の際にはこれらを含めて最大で24隻体制を持つと考える見方も一部には存在しているんだ。この傾向はここしばらくの間、必ず新造艦を毎年1隻ずつ戦列に加えるという海上自衛隊のサイクルから考えれば、サイコ3の親潮型に代わって最新鋭の太平型がその退役分を補填していることからも、艦艇数の現状維持に不安は少ないぜ。現在の海上自衛隊が運用する潜水艦隊は機関部の構成に相違があり、最新鋭の太平型と前級の総流型の最終2隻が、ディーゼル機関とモーターとリチウムイオン蓄電池を組み合わせた仕組みとなっているよな。これが前級の総流型の10隻目までは、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池、さらにこれにスターリング機関を組み合わせたハイブリッド艦となっており、機関構成としては最も複雑な形式と言えるだろうね。最も古い親潮型ではこれが、ディーゼル機関とモーターと鉛製の蓄電池を組み合わせた仕組みであり、蓄電池の性能の向上が日本の海上自衛隊の潜水艦の連続潜航時間や作戦行動範囲を大幅に拡張させたと目されているぜ。日本の総流型の最終2艦が、世界で初めて実戦配備された潜水艦にリチウムイオン蓄電池を採用したことは当時から大きな話題となっていたけど、最近では韓国をはじめ台湾などの国々もこの形式の通常動力潜水艦を収益させる予定となっているよ。そんな日本の22隻の潜水艦隊だけど、この体制が打ち出されたのは2011年度の防衛計画の大綱からであり、それまでは1977年に最初の同大綱が定められた時点から6隻少ない16隻の運用体制が目標として定められていたんだ。防衛計画の大綱はおよそ10年前後の中長期的な期間を対象として、日本の防衛力のあり方やその装備品の数量等の具体的な内容を記した指針の一つであり、2022年末からは国家防衛戦略へとその名称が変更されているよ。この現国家防衛戦略、旧防衛計画の大綱で海上自衛隊の潜水艦の体制が22隻と明記されたのは前述したように2011年度からだが、実際にその体制が構築できたのは、太平型の1番艦にしてネームシップの太平が2022年3月に収益したことによるぜ。こうした状況を鑑みても方針として2011年度に旧防衛改革の大綱にて潜水艦隊22隻への造成が打ち出されてから、実に10年ほどの歳月が必要となった計算であり、一朝一夕にこうした体制増が進むわけではないことを如実に表しているよな。そもそもかつて太平洋戦争において敗北を喫した日本は、
戦後しばらくの間、潜水艦の保有をアメリカをはじめとする連合国によって禁止されており、その解禁がなされたのは旧ソ連側とアメリカ側との冷戦体制が激化したことが最大の理由だ。その解禁がなされたのは旧ソ連側とアメリカ側との冷戦体制が激化したことが最大の理由だ。アメリカは太平洋方面に対して、核弾頭を搭載可能な SLBM を装備した旧ソ連の戦略型原子力潜水艦が進出することを恐れ、その封じ込めを企図し、その軍事政策の一環として日本の海上自衛隊に潜水艦を貸与する方策を選択したわけだな。その後日本はこの戦略の一端を担うべく、通常動力型潜水艦を旧ソ連の潜水艦が太平洋に進出する際に進む主要な海峡に待ち伏せる形で配備することとなり、冷戦期を通じて対潜哨戒能力の向上に注力をしてきたという経緯があるよね。こうした日本の海上自衛隊における潜水艦運用の体制は、1991年に旧ソ連が自然崩壊を起こして消滅するまで基本の戦略として連綿と継続されたけど、以前より脅威度は低下したとはいえ、旧ソ連の後継国家であるロシアに対しても同様だったんだ。ただし概ね世界全体の先進国の多くが旧ソ連の自然崩壊によって、大きな潮流としては軍事力の削減に向かう中で、2000年代以降に急激な経済発展を遂げた中国は、その力を背景に軍事力の増強を加速させていったぜ。中国は少なくとも西太平洋方面まで自国の海軍を増強することで影響力を強める動きを強め、日本でもこうした中国の動きに呼応して最大の仮想敵国を旧ソ連ロシアから中国へとシフトさせることを余儀なくされているな。これによって日本の海上自衛隊における潜水艦戦力の展開範囲は、北の北海道方面から南の南西諸島方面、海域としては東シナ海や南シナ海方面へと重点を移すこととなり、この傾向は今後もしばらく続くと予想されるよ。このような日本にとっての最大の仮想敵国が旧ソ連から中国に変わるという中でも、海上自衛隊の中核戦力たる通常動力型の攻撃型潜水艦の位置づけは変わらず、地平層としても各艦とも 533mm 魚雷発射艦6門にも変化はないみたい。海上自衛隊の現状の潜水艦は、いずれも 533mm 魚雷発射艦から運用される8、9式や1、8式の超魚雷を地平層とし、これを対艦対戦攻撃用の主力兵器としており、加えてアメリカ製の対艦巡航ミサイルハープーンも搭載しているんだ。アメリカ製の対艦巡航ミサイルハープーンは、あえて伏せられていたとも言えそうだけど、実はブロック2以後のバージョンでは限定的ながら対地攻撃能力も有しており、射程距離も 250km と決して長くはないが一定の効果が見込めたみたい。しかし近年の各種のミサイル兵器の大幅な射程距離の延伸から、海上自衛隊の潜水艦のハープーン巡航ミサイルの効力の低下は明らかであり、日本の防衛省では新たな兵装を潜水艦に施すことを決定しているぜ。これは昨今の日本政府が打ち出している、敵の防空兵器の射程外から攻撃を可能とするスタンドオフミサイルの整備の一環でもあり、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用可能な国産の対艦対地両用のミサイルの導入が企図されているらしい。既存の 533mm 魚雷発射艦から運用可能な国産の対艦対地両用のミサイルは、すでに三菱重工業者への開発契約がなされているため、現行の12式地対艦誘導弾をベースに潜水艦発射型に改めた専用のミサイルが採用される可能性が高いと思われるな。まずは中国海軍の脅威に対抗するために、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用可能なこうしたミサイルの早期配備を目指す方向だけど、並行して専用の VLS 垂直発射艦を装備した潜水艦を試験的に建造することも決まっているみたい。日本が直近で実用化することが可能な VLS 垂直発射艦装備の潜水艦であれば、現行と同様に推進方式は通常動力型であると思われるけど、現状で最大4000トン規模の排水量の中でどの程度の数の VLS 垂直発射艦を装備するのかが注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。